こんにちは。今回ですね、先日、幸福の科学の方がいらっしゃって、こういったブロシュアをね、置いてくれてくださったんで、ちょっとこう、パラパラっと読んでみたんですよ。薄っぺらい、あの、ブロシアなんで、非常に読みやすいです。で、冒頭にこういうこと書いてます。地獄も知らないで。そういうタイトルですね。世の中には勉強すればするほど、知恵を失い、馬鹿になる人がいる。シンプルな心理がわからなくて、複雑に考えすぎたり、エポケという判断中心に逃げ込んだり、会議論者になることを、 知者になるここの人じゃないですかまさに <laughs> 何言ってんだろ <laughs> お前のことだよって話ですけどね今の学校教育では魂も天国も地獄も教わらない調査報道とかに憧れるマスコミ人もこの世のことしか扱わない幽霊話はエンタメになり幽体離脱は脳と神経の作用ということにしてしまう、うん、これはですね幸福の科学をはじめとする霊や霊魂を扱う方が こういう風なね、あの論調に乗っちゃうからでしょうね、うん、残念ながらあの幽霊話がエンタメになるのは幽霊話をする人がエンタメにしてるんですよね、注目を浴びたいからって言って本当に真理を話すとつまらないんで多くの人は受けないと思いますけどもそれでも学びたいって人を受け入れればいいんじゃないかなと思いますけどね有、うん、体離脱は脳と神経の左右ということにしてしまうとありますけどもじゃあ有体離脱を説明してくださいって話になるんですよ ね、確かにね脳と神経の作用ということにしてしまうっいうのはそういう部分もありますよユー有体離脱はねでもそうじゃないところもあるそうじゃないところを是非ね幸福の科学さんで扱っていただいたらいいと思いますちなみにこういう映画やってます、えー、何ですかこれは10月7日ロードショー君は払い君は返し君は守る呪い返し誌ってやつですね非常に面白そうですねこれ是非ね皆さんで見に行きましょうという映画のプロモーションになってしまいましたいってらっしゃい